ハワイでうまい料理いろいろ食ってきたけど、こういうとこでうどん食べるとなんか安心するな。なんつーか、家に帰ってきた安心感みたいな。まあ言いたいことはわかるけど、そこにある寿司じゃダメなのか？日本の代表料理だろ。それカリフォルニアロールだろ。ダメとは言わねえけど、カリフォルニアロール食って自分の家に帰ってきた感覚にはならねえな。だな、どっちかっていうと転校生のうちに遊びに行った感覚に近い。なんじゃそりゃ、よくわからん例えだな。トミーも外国行った先で馴染んだ料理食べたらわかるかもよ、そういう感覚。まあ海外とかで食べ慣れた味にあったら確かにちょっと安心するのかもな。おうよ、今度トミーが日本に来ることがあったら、めっちゃうまいきつねうどん食える店に連れてってやるぜ。富澤からしたらそこはハワイ料理なんじゃねえのか。